はい、ガジェット通信の深見です。今日はタカラトミーさんにお邪魔してサイモンエアーというこの商品を紹介してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが、タカラトミーからですね、2016年10月に、発売させていただいた電子記憶ゲームのサイモンエアーという商品になります。今やっているようにですね、まあ、一つずつ、パネルが光るようになってますので、その光った色に合わせて、そこに手をかざしていって記憶していくというゲーム内容になっています。今のモードだとこういった形で徐々に色が増えていったりとか、あとは両手を使って、プレイしたりとか、どんどん難易度が上がるようになっていきます。今ちょっと反応が悪かったのでちょっと失敗しましたね。ちょっと逃げずにもう一回チャレンジしてみましょう。青緑という形で、順番に記憶していくという内容になっています。後半になればなるにつれて非常に難易度の高い技というのも出てきます。複数の色をこうなぞるように、触れるようにする、スワープという技ですとか、あとは2人プレイの際にはフォーハンズという4つの手を使って、遊ぶというプレイモードもあったりします。スワープという技になりますね。今までのサイモンは、過去には、プッシュするタイプのプッシュボタン式のものだったり、あ、できましたね。本番にちょっと弱いなかなか苦戦していますが、後になればなるほどですね、記憶するのが非常に難しい、技だったり色使いだったり、あ、セーフですね。はい、だんだんかっこよくなってくるので、かなりスタイリッシュにこう技を決めるっていうのが、じゃあちょっと暗くしてやってみます。パネルが光るというような仕様のおもちゃになってますので、暗い場所でやるとかなり雰囲気が出ますね。スワープが来ましたね。ナイスそうか、見た目と、まあ、あと音と、はい、あと場所で覚えるっていう方法があって、場所で覚えるって形でそれぞれ好きな覚え方ができる。そうですね、いろんな形でこう記憶力を試せるっていうのは、どれでやるのがいいのか、一応全てを使った方がおそらく、なので視覚聴覚をこう同時に使うようなイメージではありますね。なので視覚と聴覚をまあ使うことから、光と音の記憶力ゲームということで、はい、世界的に親しまれているでしょうか。ガジェット通信チャンネル登録よろしくお願いします。言えたか。ありがとうございます。